借りしてメソメソしてどうしたんだい。面白すぎ、面白すぎる。頂戴だな、これは頂戴だ。そんなことよりも頂戴、頂戴、頂戴。やだもん。まだ間に合う、まだ間に合う。いやい、まだ占い師がわかる。まだ占い師がある。占い師わかる。希望捨てない。占い師がまだ。希望捨てない。確かに。希望捨てない。パン、パン、はいはい、パン、パン、はい、パンとパンとパンで、パンです。はよ、ポンズ見てる人いる？ポンズ。ポンズさんはいてないよ。宿舎前には。とりあえず確定で無理な人を出していきません。瀬戸中のっち無理だな。最初死に。いや、なんかポンズ誰も見てないらしいよ。ポンズはだいたい貨物に分けます。92% ぐらいです。貨物で分けてあげたの。貨物は、とりあえずあれじゃないですか。貨物だ。でも僕貨物ですよ。塩ネオベレージ。じゃあもうネルちゃんです。俺最終ミーティングにいます。ミーティング？俺竹尾さん、俺が上に登ってったの見てますよね。多分。モニキがヌーン乗ってんの見て、俺は上に登ってって、うん、ボタンを押さないでスルーして、うん、奥の助けやろうと思って。そうね、キルクル的に無理そうな。確かにメインタン脇です。いや、ニロちゃん、貨物さん脇です。停電待機です。くぅうん、てか、結構早いボタンだったと思うけど。ネロ 8？ じゃあ。ローラーすんの？なんか寂しいなぁ。じゃあ、ローラーやめとこうじゃん。やめるかい。でも、ボンズさんも寂しかったですよ、霊界で。やめようよ。それでも生きていけるよ、こいつ結構。かわいそう。なぁ、墓はスムラな、スムラ。あれ、おぉ、ちょっとなんでんだ。やだなぁ。よし。減らしていこう、減らしていこう。あ、生まれた。オッケー。ローレス。ローレス。今直したのは。シナ、僕右側直したので、僕はヨーコではないと思う。左はチュアンが直しました。外はあえて直しませんので、ヨーコの可能性があります。はい。可能性は新しい。今ネロちゃんが釣られたのってポンちゃんの着る容疑ってこと？そうですね。そうですね。だったらハッちゃんもローラーしないと。ハッちゃんローラーじゃないの？ね、そもそも二人脇んとこも全然開けるからね。うん。じゃあ二人ラッキンとかも全員釣ろ。全ローラー。殺じゃん。お釣り意識高え。なんだ。ね、釣り意識めっちゃ高え。高いね。よしよし。さあジェスター入ってたら。ジェスター。占い師じゃないかも俺。占い師じゃないかもしれない俺。ジェスター。最悪だ。怖すぎ、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 どこまで来てくれ。怖い、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 もう。矢印怖すぎだろ。あー、あー、らら。やばい。おー、中盤。チュワンちゃんが、診察の下側で死んでて、直前まで安倍蘭ちゃんがいて、で、僕はダウンロードしてたんですよ。ダウンロードが終わって、下側行ってみたら死んでたんで、ダウンロード中に殺されてると思います。大体何秒内ぐらいですか？まだダウンロード中なんで、まだ確実に10秒以内。10秒、はい。じゃあ、のちさんは無理だな。サンジも無理っぽいな。私もさんに白出せるな。さんどこですか、最終。最終のちさん見てアーカイブ。アーカイブ？アーカイブ？これしゅうねさんごめんなさい。視界には入ってない。見たよ。え、見てない見てない。しゅうねちゃんいないぞ。よ。うん、でヌーンが右側にあったから。透明だったらそんなすぐバレるような嘘つかないよ。ごめん、俺見てない。まあ、とりあえず一。マジで。あと朝日くんも無理。朝日くんもミーティングに一緒にいたから。シャダシェ、ナイス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 ナ
難しい。どういうゲームでしょう。そういうゲームだよ。難しいって言えばごまかせると思うな。こんだけ長いことをもうやらせてもらってるのに金庫タスクでめちゃめちゃ苦戦しています。かわいい、かわいいね、かわいい。照明は誰直したんですか。早かったけど、僕は直してないので陽子の可能性があります。竹尾さんは陽子じゃない。あれ、ランちゃんってさ、直前まで一緒に行ったけどさ、その後どういう感じだった。いました。その後上に行ってロミオかジュリエットのやつやってました。ロミオかジュリエットのアンドじゃなくてオアなんだ。ロミオかじゃないんだよ。ロミオトーでいいです。どういうこっちゃ。ロミオかジュリエット。ロミオかジュリエット。あ、本当だ、しおりさんの声聞こえる。いるじゃん、ほら。え、なんで。もしかして裏。ん、どうした。ノッティさん、ノッティさん、どうした。ノッティさん、ノッティさん、なに。大丈夫この人。何？え、これなんか受け渡ししてるんじゃない？受け渡し。これも欲しい。これも欲しい。欲しい。ちょうだいちょうだい。何が？おーい。くそ。早くやってくれ、早く。早くやってくれ、俺バレてるわ。やばいやばいやばい。左上、左上いる、左上いる、左上いる。やばいね。ちょっと待って。絶対人外、絶対人外。いや、生徒アサル絶対人外。早く直してよ。マッチさん、何。マッチさん、マッチさん、どうしたの、どうしたの、どうしたの。え、なんで。あれ、瀬戸から昇降機の左に置いてきたよ。なんで追いかけてくんの、はい、しおりさん。いやだ、ノッチさん、せっかく、まあいいや。あの、僕が切りました。え、昇降機左で。え、殺しました。それは俺が見てる。竹尾さん、あ、シェリフか。あ、シェリフです。倒れる瞬間を見てる。竹尾さん、シェリフか。あの、中野さんが、瀬戸朝日絶対人外って言ったんで。絶対人外だとは思った。あのね、じゃあそういうんだったら。じゃあ、ダダダーンっていうのが、BGM かけてきて、多分ね、サイドキックにしたかったんかなっていう。のつさんとしゅねさんは追いかけっこしてたの。そう、なんかしゅねさんが俺のことなんかめっちゃついてきて、ちょっと逃げたくなって。いつもだったら立ち止まってくれるのに全然逃げなかったね。のつさん、それはいや、いや別によくないか。のつさん、いつもさ、なんでなんでなんで。4個か。あ、なんか持ちネタ披露するじゃないの。お前、俺右直してるって。右サイドキック渡そうと思ったけど渡せなかった。え、でものちさんさ、陽子は行かないだろ、矢印で見えてるのに。だから番長が、安倍さんが陽子なんじゃないかなって思っちゃった。そうだよ。あと、え、番長は、あの、じゃあ番長はなんで、あのセキュリティの奥にずっといたんですか。俺はずっとバイタル見てて、ずっと誰も死ななくて。番長こそ、あの、陽子だと思うんですけど。てか番長さっきの多分金庫ずっと一人で結構。そう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 、番長逃げてんだよね。思わないみんな。ノッチさん、でも今何し、しうねさん何サイドキックって。ノッチさん、ちょっとお話しようよ。長谷さん、モテモテですね。羨ましいや。しうねさん、いやでも、まず番長釣ってしうねさん行きたいな、俺ちょっと。番長釣るの。いや、俺釣る意味ないっすよ。いや、これは、陽子のムーブ。陽子ケアするんだったら、俺ノッチさんの方が陽子戦高いと思いますよ。まずしゅうねさんが追いかけっこしてるので、のつさんが逃げてるっていうのが俺から。え、逃げちゃダメなの。俺クルーでも逃げるけど。いやいや、マジで。じゃあ次番長釣りでいいと思うけど。いや俺マジで釣りでいいと思うけど。クルーだから俺で釣りを支援する三十は黒い。いや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 のつさん自分は黒だ。いや絶対絶対絶対番長、絶対番長だね。そんな俺毎回止まりませんよ、私は。止めかしてないか。あ、押してくれた。止めかしてない。ちょっとのっさん。はい、何。全然会いに来てくれないじゃないですか。どこにいんの。キッチンいます、キッチンいます。キツネ指定だね。話しかけられて、逃げるって怪しいですか。はい。竹尾さん、マジでわかんない。え、でもインポスターはジャッカルから逃げてると思えば、シューネちゃんから逃げるの。普通に逃げない。切れるその人物から全部矢印が飛ぶわけでしょ。うん、それは逃げるじゃん。いや、だからシューネさんが話しかけてきたもん、だって。
しかもリアクター中によ。ひどい。私が話すことそんなに嫌なんですか。ああ泣いちゃったよ。ひどい。ちょっと。だってさ、私めちゃくちゃすみませんで嫌われてたんだ。泣かないでしゅうねさん。いやリアクターって。しゅうねさん悪くないよ。俺はダメだ。レディーを泣かせるのはダメだこれ。しゅうねさん。ちょっと。なって思ってるこれはダメだ。どういう。班長がさ、ずっとなんか人と避けている感じがめちゃくちゃ良子なんだよな。だって俺バイタルずっと見てただけだし。いや、ずっと見てたっていうのも。サボタージュ直してもらってコミュとか。え、もし陽子だったら、それより逃げる選択を取ると思うんだよな。いや、隠れるのも結構。バイタルずっと見てて、経験すると画面が見えないから。のちさん、あんまり他の人に聞かれたくないから、のちさんちょっと二人で会おうよ。あ、3日間会いたがるじゃん。ずるい。アーカイブとかさ、貨物とかその辺で会おうよ。みんなはほら、ね、番長がサボ直すかどうか。右には絶対行きません。みんな行かないでよ。もう、しゆねさん透けてますよ、それもう。のっちさん、なんでそんなに逃げるの？だって、あなた怪しいよ。中のっちの鈍感。もう何これ何これ何これ複雑だわ。あ、いたいたいた。何ね、どうしたの？ちょっと今日はね、何がいいかな、仕込んできたんですよ。おちさんがほら、なんか泣いてたっていうから、ちょっとなんかほら、落ち込んでるのかなって、俺占い師じゃないかもみたいに言ってたから。あー、そうですね。うん。うんうん。はい。おちさんは村ですか？マジで村です。あ、そうなんだ。別にだったら逃げなくていいじゃないですか。うん、だってしゅうねさんがもう、だって話しかけてくるの珍しいもん。リアクター中だったし。最初にオープニングで言いましたよね。いろいろちょっと計画してきて。ああ、それは、うん、聞いてましたけども。あ、ドキドキするな。大丈夫かな。もう俺も決めましたよ。うん、はい。もう、うん、わかりました。はい。がっかりして、メソメソして、どうしたんだいてててれ太陽をどのタイミング太陽をみたいに笑うってですか。おいおいやばいってやばいってこれボウボウえどこどこの部分どこの部分ですか。困ってるねえねえねえどこの部分ワンフレーズ俺歌っちゃったけど。まあ、しゅうねさんしかもすぐ上行ってたからあんま聞こえてないよね多分ね。多分ボウボウを叫ばせたかったんやろな。しゅうねさん普通にコムサボえっつっていいんすよ。あ、まだ直した。あ、じゃあ白いわ。あー、もう逃げれませんね。そうなるわ。どんな手かね。そうや。しゅうねさんから断末魔キルされたんですけども、勇気 100% 歌ってたんですよね。わかりました。うん、わかりましたけど、わからないの。ウォウウォウのところを言ってほしかったんですよね。あー、てってれてれって言っちゃった。あ、そっか。あ、なんかタイミングが難しくて。難しいからね、そんな学ぶ幸福ではないけどね、皆さんね。はい、もうすみません。